皆様こんにちは。 JR 琵琶湖線近江八幡駅南口におります。本日は国鉄バス、後の西日本 JR バスの八幡線のバスルートをたどります。現在西日本 JR バスの八幡線は廃止となっておりますが、2つの路線を乗り継ぐことによりたどることができます。早速地図を見まして、本日たどるルートをお伝えします。本日は JR 琵琶湖線の近江八幡駅から JR 草津線の三雲駅へと、列車ではなく路線バスで行きます。まずは近江八幡駅南口より近江鉄道バスの八幡竜王線のバスに乗ります。岩井バス停などを経由して終点の竜王大発前バス停へと行きます。そして竜王大発前からは湖南市コミュニティバス、めぐるくんの下田線三雲駅ルートのバスに乗車します。下田旧道経由で TOTO前を通り終点の三雲駅まで行きます。実はかつて近江八幡駅などと三雲駅などの間を国鉄バス、後に西日本 JR バスが路線バスを運行していました。広域の地図にしてみましたが、近江八幡駅と三雲駅の間の距離は公共交通機関では列車よりもバスの方が短いのです。 JR バスはいわゆる短絡線のような役割を果たしていたのです。このルートにバスが走り始めたのは1937年昭和12年8月からでした。おおむね国鉄バスで運行されていた頃までは近江八幡駅ではなく近江八幡駅より先、近江八幡市旧市街方面の元八幡が発着の拠点となっていました。国鉄が民営化される直前に近江八幡駅が拠点となりました。その後西日本 JR バスになっても八幡線は運行がなされましたが、2005年平成17年3月に八幡線は廃止になりました。そして現在は近江八幡駅と三雲駅は2つのバス路線により結ばれています。それでは JR バスの八幡線のルートをたどっていきます。まず乗車をするのは近江鉄道バス八幡竜王線です。近江八幡駅南口と竜王大発前を結んでいます。乗車をします。出発です。近江八幡駅南口といえばイオン。ロータリーをぐるりと回り南へと進んでいきます。バスの車内はこんな感じ、青を基調とした座席、乗客は私一人、少し寂しいです。一瞬だけ国道8号線を走りますが、六枚橋交差点を右折してすぐに国道からは外れます。滋賀県道14号近江八幡竜王線を進んでいきます。私バスの左側に座っておりますが、ただいま見える低山は岩倉山、標高220メートルです。地形図に山の名前は書いていませんでした。そして雪の山方面も見られる場所、少し登りまして日野川を通過、相変わらず川床がやや高めの川です。同時に滋賀県蒲生郡竜王町に入ります。バスはのどかな場所を走りますが、道路沿いには住宅が立ち並んでいる場所もあります。そして岩井バス停を通過したところ、まもなく名神高速道路の下を通るのですが、この辺り名神高速道路の名神竜王バス停があった場所です。バス停跡は反対側の窓から見えます。2002年に廃止となっていますが、どうやら八幡線の路線バスから高速バスへ乗り換えることができたようです。さてアグリパーク竜王のバス停を通過して、いよいよ終点の竜王大発前です。国道477号線沿いになります。残念ながら乗客は近江八幡駅からずっと私一人だけ。もしかしたら曜日や時間帯によっては大発工場へ通勤する方の乗車はあるかもしれません。バスを降りましょう。運賃は640円。到着したバス停はここ。
標柱は近江鉄道バスのものではありません。そうです。これより先、三雲駅までは湖南市コミュニティバスが結んでいます。近江鉄道バスにとっては、ここは降車専用ということになります。反対側のバス停は逆に近江鉄道バスの標柱だけがあります。なお、近江鉄道バスと湖南市コミバスの接続は、大抵うまく考慮されているようです。時刻表を見ていると、近江鉄道バスが到着してから数分で、湖南市コミバスが出発するというパターンが多いです。竜王大発前という名の通り、この周辺には、大発滋賀竜王工場があります。滋賀県竜王町といえば、大発の工場だというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、まさにこの辺りです。滋賀竜王第一工場は1974年昭和49年4月に創業が始まりました。ダイハツの工場のすぐ近くには食べ池があります。おそらく長池という名の池だと思いますが、工場ができる前からこの地にありました。ここから後半戦、 JR バス8万線が走っていた残りのルートをたどりましょう。竜王大発前から三雲駅まで行きます。この区間は現在湖南市コミュニティバスめぐるくんに置き換わっています。めぐるくんの下田線三雲駅ルートのバスに乗車します。この車は恵比寿町市民グランド経由三雲駅行きです。コミュニティバスですが、滋賀バスがバスを運行しています。竜王大発前では私を含めて2人が乗車。大発の工場から離れていきます。恵比寿町下田経由ということで国道には進みません。西日本 JR バスでは下田旧道経由と案内されていたようです。滋賀県湖南市に入ります。下田地区になります。下田商店街という看板を見かけましたが、小規模な商店がいくつか確認できました。そして下田バス停、バスが展開できるスペースを見られますが、ここ下田バス停は三雲駅行き以外にも法政駅行きのバスにも乗車することができます。下田地区にあるバス停にはほぼ全てで停車し乗客がありました。湖南市の下田地区を過ぎると滋賀県道13号、彦根妖怪地高線を進んでいきます。工業団地となっている地域をバスは走ります。ただいま見えるのは濁り池バス停もあります。周辺は公園として整備されています。この濁り池もこの辺りが工業団地として開発される前から存在しているものとなります。とうとう前のバス停を過ぎて国道1号立東水口道路の下を通り抜けると終点の三雲駅は間もなくです。安川の横田橋を渡ります。江戸時代この地は横田の渡しがあった場所です。今は当然橋が整備されています。三雲駅南口ロータリーにバスは到着します。乗客は正確な人数は数えていなかったものの、私除いても5人以上はいました。運賃は一律250元。さすがコミュニティバス、安いです。最近になり整備された三雲駅南口、現在バスはすべて三雲駅南口より発着します。ということで、近江八幡駅から三雲駅までバスで来ました。かつての国鉄バス、西日本 JR バスの八幡線のルートをたどってきました。八幡線は短絡線の役割を担っておりましたが、現在は乗り換えが必要で、さらに運賃も JR の方が安いです。したがって近江八幡駅と三雲駅を移動する場合は、時間が合うようであれば JR を使われることをお勧めします。最後に駅のすぐ近くにある常夜灯を紹介して終わります。こちらは横田の常夜灯。この辺りには横田の渡しがありまして、ここより旧東海道の水口方面へと行くには安川もしくは横田川を渡らねばなりませんでした。
三雲駅は草津線の駅の中では地味な印象をお持ちの方がいらっしゃるかと思いますが、三雲は近世から交通の要所というと言い過ぎかもしれませんが、それなりに重要な場所でした。草津線の前身関西鉄道が一番最初に開通した区間も草津三雲間、またかつては JR バスの八幡線だけでなく亀山と草津を結んでいた亀草線のバスも三雲駅へと乗り入れていました。ということで、三雲についても簡単に触れたところで以上といたします。皆様ごきげんよう。